自分たちでやってみようかと。投票するところがないと党員に認められたわけですよね。ちゃんと選挙通ってるんですよ。新しい時代には新しい政党がいるんですね。1,2,3,4。新シェストワンの皆様、こんにちは、神谷総平です。本日の神谷総平役は久々に表平木先生にお越しいただいてます。表先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、久しぶりでいきましょう。はい、はい、今回は表先生がなんと本を出されるということで、はい、そうなんですよ。まあ、青天の霹靂でね、はい、もう出さなあかんで、はい、もうあとないでみたいな話になって、はい、ライターがちょっとついてくれてね、はい、非常によく調べて書いてくれたので、うん、まあ、僕の成り立ち、生い立ちというか、その、はい、なんで修行してきたのかということから、まあ、我々人類にとっての使命って何なのか、はい、で僕が生まれてきた意義ですね、まずは、はい、その僕が生まれてきた意義と、僕と今一緒に活動してくれている修行者たちね、神谷さんもそうですよね、はい、その一緒に、修行しようかという、なんでこんな時に修行なんかするの、なんで滝に打たれたり、はい、おかしい人たちなんていうことから、今そんな人がすごいよねってなってきた、はい、そういうところに対しての、まあ、ことを書いているのと、はい、で私はたまたま山影ということに縁があって、はい、教えを受けたので、山影の神道をね、学ばせてもらって、それの役割を少しやってるんですけど、まあ、歴代の天皇陛下のに関わるようなことも少し書いてます、うん、ただこれ問題になるかもしれないけれども、はい、これずっと何も言わない、あまりそれはおしゃべりにならない方がって昔言われたんですけど、それ言ってたら誰もわからない、はい、わからないし、それは絶対的なことではなくて、不動機にしてもそうでしょ、はい、表士官でやってきましたよね、はい、だからそれはもう一つずつ、ちょっとずつ、まあ僕の考え方やけれどもということで明かしていけばいいんじゃないんですか、それを知ることによって次の日本の新たな幕開けが来るんじゃないですか、知らずしてそのまま何にも知らんかって次に行くってこれできへんでしょ、はい、だからもう今みんながそこに差し掛かって、大峠って言ってるんです、特に今年、はい、そういう時にたまたまこの召喚が出るというのは非常に感慨深いなとは思っています、はい、でまたこれ参議院の西田先生が一緒に、はい、今西田先生がね、神谷先生のことを、はい、もう非常にもうちゃんと通ってきたら、おしゃ足が飯おごる言ってたら、飯おごるって通ってこんでも飯おごってたって言うてんねんけど、はい、要はそのぐらい昔から知ってるんですね。そうですね。ただところが違うから一緒にこれできひんという、はい、まあこれはもう建前ですけども、はい、いやー立派なやつやなって言い出した。あ、本当ですか。いや前からそう思ってんねんけど、特に今これだけの実績積んできたら立派なやつやなって言い出したのは、はい、非常に素晴らしいことです。やっぱ心、ちゃんとした心根を持って発言してるんです、はい、立場でなかなか言われることあるでしょ。そうですね、参議院選前で友達に教えてもらって、すごい、はい、だから僕はやっぱり真心のある人やなと、まあ僕長いからね、うん、毎月僕は頭やってないから、はい、毎月頭の上から洗脳してるんだもんね言われてるんだけど本当にこの頃あれだけのことを言うようになったりのは、今後僕はその党派とか関係なしにね、いろんな人が組めるような時代がもう来ると思います、うん、その時のために我々もしっかりと頑張って進めたいなと思ってます、はい、うん、そう、はい、でなかなかね、本のタイトルが紹介で言いたかったんですけど、はい、縄文地球王朝スタン王の末裔に次ぐと、そう、これ王子がつけたんですか。違います、これ社長がつけたんです、はい、失敗したの、ヒカルランドの社長がうちの家まで来て、はい、でこういう人出すべきやとか言うて、はい、ほんでまあそのストーリーが出来上がって読んでて、これはもう非常にいいということで、写真も全部カラーで出すとか言って、写真もなんか100枚ぐらい送ってくれるなって、はい、ローマ教皇とお伝えして決めて、まあ送って、まああと勝手に選んでくださいの話なんですけど、はい、まあ東京でも大きな記念パーティーをやると。で、その時に、まあ参議院の西田先生も読んで、まあ今回参議院選もあるけど、まあこれは党派のこととか関係なしに、はい、長い付き合いやから、はい、今陰謀論も言い出してんから、これ俺と話しようや、いうことで、30分程度の対談をするというようなことに今なってます。はい、本当はね、一緒に神谷さんもやって、はい、ということを言ってたんですけど、はい、これ分けて、やろうかなと僕は思って、はい、だって今のところ参議院選前やばいでしょ、党派ちゃうから、まあまあまあ別にこっちはいいけどね、はい、向こうがね、そう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 、はい、僕らは別にどこの党でも今は会談も意見交換してますから、絶対そうあるべきやと思いますし、はい、で分かってる人はさっき言ったように中国人がみんな悪いわけじゃないし、うん、韓国人がみんな悪いわけじゃないし、ロシア人がみんな悪いわけじゃない、いいやつと付き合っていく、はい、ということがこれからの世界規模やと思うんで、ね、はい、これからもっともっとその垣根を崩して、うん、我々は線でつながっていくという形になったらいいなと思ってます。まあ、それも込めてこのスサノオの末裔というのは、うん、スサという王国があったという話のことやりましたね、うん、はい、やりました。もう10年前ですよ、はい、あれだって大国主から異例をしないと、はい、大国主のことがわからないと今の
今の政治までわからないということを僕は言いたかったんやけど、こんなことつながらへんでしょ、普通の人は。はい。だけども、結果としてつなげていくと、そういうことになるということがね、分かってきた。あのね、要するに僕が言ってきたことを覚えてますよね。はい、何を言ってたか言ったら、大国主からやらないと、たたり神は分かれへんねんと、はい。で、大国主の時から国を潰し、国譲りとか、そんなのがずっとあって、そのたびに、怨念がありますよね。はい、怨念がね、はい。で、その怨念残ってるんですよ。これ死んだら終われへんのです。うん、残念ながら。だからそれは僕ら修行者としてそれをやってるわけに、まあ、供養もやってるわけやけども、まあ、山陰になってから、別に山陰誰か任命するとかそんなことじゃなくても、山陰になったことは事実です。なったらすぐに来たのが孔明天皇の話。うん、孔明天皇の話も一番最初、まあ本人も少しそれは書いてますけど、吉田神社でやってる、亡くなったね。仲介してくれて、もう亡くなりました。残念ながら50歳でね、脳梗塞で亡くなってしまったんやけども、彼が、吉田神社でやっとくべきやって言って、はい、山陰の襲名を受けてすぐ吉田神社で、その払いをやったんです、夜中に。はい、それを開けてくれたのは、そこのネギさんが一人いたんです。よく仲のいい人が。それが開けてくれたことがあって、そこでできたんです、はい。そしてそれが終わったら、八方払いという払いの手法が終わったら、月輪がボーン出たんです。はい、ね。月輪が出た時にこんなこともあんねんなってみんなで関係者はそう言った。うん、そこから東山霊ラインの、東山霊ラインは実は月なんです。桂離宮も何もかも全部それは月で題材になってて。はい、で、孔明天皇が祀られてる最後の、東山霊ラインのお尻の方にある千入寺というところで去年、彼は死んだけれども、はい、そのあれもあって、見事にそこで慰霊の神楽をやりました。うん、ね、その大臣も来てくれましたけど、その時。で、その時に、そこは実は、後の月のあの、三ささぎって言うんですよっていうのを知らされて。はい。で、そこの、一番最初に回帰した人は、月輪大使って言うんですよ。月なんです、全部。はい。はい、で、月の側っていうのは寄り添う側なんですね。はい。だけど、宮廷で祭祀をする人は月なんです。うん。だからそう考えると、全部それが月のつながりでつながっていて、孔明天皇のなんか、なんだかのその、知らせによって、いろんなことがあってね。で、孔明天皇の慰霊をやる前にみんなで祈りに行って、三ささぎの前まで行って祈って、帰りしなに、たまたまレストランで話してるときに、ある人物を調べてくれた。それがパッと来たわけですね。はい、うん、そしたらそれで出てきた本に全部いろんなことが書いてあって、はい、とんでもない、まあ、ちょっとあなたにも送ったと思うんですけど、はい、要するに、まあ、孔明天皇がそこで暗殺されたとかいうようなこと、うん、まあ、これは山陰のうちら側うちの中からも聞いたことですね。これ毒殺やったという話、そういうのもいっぱい出てますわ、そういうのも、まあ、こんなのはよた話でいうふうなことになってるんですけど、それよりすごいことが調べて書いている人が いてね、はい、うん、そうするとそういうことを知れということだよね、うん、要するに孔明天皇はそれを知ってほしいからその名前を出した、はい、うん、そしたらその本は僕は知らんかったけど、僕の関係者が全部調べて持ってきた、うん、それによって大体のことが分かって、まあ、いわゆる、まあ、明治天皇のその何て言うんですか、すり解説、そんなもん誰でも知ってますよね、もう、はい、もう知ってる人は。で、そうしたらそこから今度変わっていって大正天皇になる、うん、大正天皇は、明治天皇の血の入った人やけど、大正天皇が、まあ、何かを起こそうとした時に、それができなかった。大正天皇は体が弱かったりという、実はそうではなかったと。大正天皇には小種がなかったと言ってるわけね。小種がなかったのに、昭和天皇は誰の子やんと、うん。これもはっきりもう書いてますわ。で、これはもう茶番や、それはもう陰謀論やと、そこは触ったらあかんと、近世は触ったらやばいと。言いますけど、それは現実の今の陛下のところに至るまで、まあ、大なり小なり我々は関わった経緯が。あってね、これはもう日本人としてそういうことはもう落胆するから言ったらあかんねやとか、でそんなことを全部、まあそうじゃないんだと言いながら生きてきて、うん、そしてそれはそのまま申し、もう次の人たちに伝えないで、子孫たちにも言わないで、知ってるけどもみたいなことでいくのか、それはこれはここだけの話やけどなって言うていくのか、秘密っていうのは難しい、無理なんですよ、はい、絶対ここだけの話言いたなるからだから隠密いうのはもう自分の記憶にならないからそれでいけるけど、だから秘密っていうのは無理なんです、できないんです。そう考えたら、いろんな作家たちがどん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 探っていく中で、あの時の戦争は何やったのと、あれ本当に戦争責任は天皇陛下にはないのと、ないようにしたい、日本人はそうしたい、ね、天皇陛下も非常に気の毒やったかもしれん、そやけれども現実にそれは中で話が決まっていて、終戦のところまで来たとするならば、我々は一体何のために戦ってきたのかと。
ね、それはうちの父が予科練で志願兵でシベリア送りから帰ってきた時に、うん、もう僕に毎回毎回言ってたね、それを、うん、あのその内部のことまで僕の方がよく知ってると思います、はい、親父よりしたけども内部のことまでじゃないけどあれはどうやったんかとわしはもうほんまにあのいたたまれへんっていうことをずっと聞かされたからね、うん、戦友を助けに行ったら自分も撃たれるし、うん、で帰ってきて戦友の遺品をそこの家族に届けもうねもう命からから帰って届けに行ったらお前なんで生きて帰ってきて言われるし、うん、ねそんなアホなことない。ほんでそのうちにその自分たちがあの志願して戦争に行った人たちは間違ってたと。ほんで結果としてはあの教育としては、ま、あの間違った戦争をしたんだというふうになった、うんはい、その節目にいた人っていうのはもういたたまれへんですよ ね、うん、うですねもう雑巾のように掘られたみたいな状況、はいはい、であの国民みんなからもうお前なんで生きて帰ってきてん、うん、そうですね言われると、うん、人殺しやと言われて、ね、そう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 だからそういうことを僕は自分の父から、まあ、死んだけど聞いてきたこともあり、はい、そしてこの山陰をやっていく中で言ったらいろいろともう嫌やけども知らされてくるわけでしょ、うん、だからそれは何だかというと大義があったんかなかったんかこれは別にしてもうおそらく今、まあ、山陰を任命した光覚天皇とかその辺の頃からやっぱり外来の勢力は入ってきてます、はい、そんな中で培われてきたものの中で本当に維新という大クーデターが起こったのは明治なんです、うんはい、でそこからいろいろあって、まあ、それ天皇暗殺ですよやばいやんかという話になるけどもほな足利の時どうやったんってさっきの話もしとったけどね足利尊氏はもう後醍醐天皇とやってられへんから北朝鮮を建てる、はい、一番あいつらやすい天皇を建てて、うんうん、そこにどん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 足利の血を入れていくわけでしょ、はい、ほんで義満の時はもう我が家だとどう思うってなったわけでしょ同じじゃないですかでそのもっと前にさだから前そうそんな今明治天皇のこと言ってあかんやんって言うけど、うん、ほんな足利なんやったら今大河ドラマでもありかと、うんはい、でその前やったら大河の改新やったら曽我のゆる子の首切ったやんかと、うん、絵巻に首飛んでるやんかと、うん、だからそれは中野上の王子やんかとでそこから不比とかへね、はい、どん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 改ざんしていってね、うん、あの人は百済の王子ですよねそれが藤原氏ですよねそれどうどうどうなっていって藤原氏の中でも藤原悪いやじゃないやつは、うん、藤原氏だけどおるからね、うん、でなんでかというとそれはやっぱり自分たちが生き残るその人たちもその人たちのあれあの意見があってねなんとかそこで生き残らなあかんから自分たち藤原の血を入れていってそして天皇家と一体になる、はいうん、で足利の時もそうでしょねこういうふうに歴史を見ていくと別に明治維新で全然天皇がすり替わったとしたらもうありやんかと、はい、まあ長州がそう思ったと、うん、でそこから大あの来たあの天皇陛下がまあその熊毛郡田臥から来たという話ありますよね、うん、まあこれはあの皆さん勝手に考えてくださいね、はい、でその初代総理大臣は伊藤博文ですよね、うんまあ、と岸信介、はい佐藤栄作前の安倍晋三に至るまで全部、うんね、で共産党の宮本一番最初作ったもう全部熊毛郡田臥から出てるっていうのはなんだか不思議じゃないですかという話とそのバックヤードにはやっぱりグラバーとかねマディソン商会イギリスがあってそれはいつからそういうふうに入ってたかというと、うん、僕はもう光覚天皇ぐらいの時には維新の礎みたいな考え方ができた時には入ってたと思う、うん、そして実現したのが明治、はい、そこからもまあいろいろ226事件の時なんかでも結局本当はすごい陰謀論まあ陰謀論ですよね、うん、まあだからそう追いやっていった、はい、だからその天皇の間の揉め事がいろいろあったで今その昭和天皇とその兄弟であった秩父の宮での揉め事があったそれに、駆り出された千年将校が暴発を起こしたそれは即日裁判で即もう、即日処刑ですよねその間みんなをどっちに向けて何に向けたか言ったらちょっとテレビの時代ですよマスメディアマスメディアって僕は呪術やってんだけどねマスというところでみんなとコミュニケーションを図る、はい、マスコミュニケーションした時に何が起こるかって言ったらその時にも証明されたように安倍定に持ってったんです、うん、でみんなそんな方がおもろいんやね、うん、で安倍定というちょっと変わったおばちゃんですよね、はいはい、あれが文学になるんですよ、うん、あれがイタリア の学生はあれが好きや言うてから、はい、僕はほんまにこれブランドっていろんなところで起こせるなと思ったんやけど、うん、要するにそういうふうにしたことと今現実起こっていることは似てませんかと、うんね、第一次世界大戦の時から大きな戦争が起こるっていうのは大体ある程度仕組まれてなかったら起これへん長引けへん普通は、はい、やめたい誰だって、うん、ところが長引かない長引かさないと、うん、儲かれへんねんってチャーチルが言うたやそうそうそうもうやめましょうや、はい、儲かれへんねんやっていう
じゃあそれはもう戦争戦線をアフリカに向けようやとか言うて長引かすんですな。だからこれからもおそらく今回のウクライナの件見たら長引かす可能性が、まあ、どないかはもうやってないかもしれない、うん、これは、はい、だけど長引かないと武器売れへんし、うん、そうですね、何も儲かれへんねんと、うん、今度9月にウクライナで武器の、ね、展示会やるそうですよ。ああそうなんでしょ、はい、世界の人たち集まってなんかそこに寄付してやね、はい、その寄付したやつは全部それに化けてやね、うん、間接的に人を殺したらどうすんのいう話やから、はい、もうやめてくれいう話なんですけど、うん、だから歴史を知っておくのは僕は多くの人から話したのは日本人を考えるでやったけども、うん、はいはい、それは日本のことを言ってだけ言ってんじゃないんやけれども、でもまず日本人がここを反省しないと次の時代作れますかと、でまず知らん人はそういうことを勉強してみてください、はい、そうしたら、うん、これもう俺らも悪いよなと、俺らも無罪じゃないよなと、はい、ということでもう一気に怒涛の説明いただきましたけども、もうちょっとやばいことも言いましたけど、大野、まあ、先生の新刊常温地球王朝スタの王の末裔に次ぐという本にですね、まあ、そう今お話したいような内容が載っているということですの で, そうです、ね、まあ、興味ある方は見てください。まあね、あの一部だけ聞いてですね、うん、と思った方もいらっしゃるかもしれませんけど、すいません、と思った人には申し訳ないですが、はい、自分で調べていただいたら非常にいいと思います、うん、私が言ってることもいろんな情報からのこともありますし、ただ現実にそういう 家の中、家柄の中から聞いたこともあるんで、総称するとそういうことなんです、はい、だからもう皆さんも自分で勉強してください、はい、はい、ということで何を信じるかは私だいということで、はい、今日も、はい、求めていきたいと思います。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。